あなた方、私を常盤台の金剛光子と知っての狼藉ですの。狼藉？さすがお嬢様は俺たちと違うお言葉をお使いだ。どうやら日本語が通じない方のようね。ならばお相手いたしましょう。どうした、頭が痛えのか。これは誰だてめえ。おいおい、女の子にちょっかい出すってのはいただけねえな。このところ頻発していたスキルアウトによる能力者狩りもどうやらこれで打ち止めですわね。まさか金剛光子を狙うとは。どれだけ徒党を組もうとも、レベル0のはぐれ者たちがレベル4の能力者にかなうはずがないと。この連中も骨身に染みて。それが違うらしいの。え？彼女の話では自分はなぜかうまく能力が使えなかった。そこに謎の人物が現れて。ダメぞ。コノリ先輩？ああ、ごめん。ウィハルさんの聞き取り、うまくいってるかな？ええ、それから私、気を失ってしまって。気がついたら全員倒されていた。ええ。何か覚えていることがあったら。そうですね。何と申しましょうか。あの川でできた自動二輪車に乗る殿方がよく来てらっしゃる。川じゃん？そう、それですわ。黒い川じゃん。それとそれを持った殿方の背中に黒い大きな雲の入れ墨を見たような。コノリ先輩、どうかなさいまして？先ほどからなんだか。ううん、なんでもない。その革ジャンに黒雲入れ墨の男がこいつらをやっつけたんでしょうかね。ビッグスパイダー？それが一連の能力者狩りを行っていた組織の名前なんですか？ビッグスパイダーはスキルアウトの中でもちょっとは名の知れた組織なの。かつてはそれなりのプライドを持って一線もわきまえてたんだけど、最近は単なる無法者の集団になってしまった。スキルアウトのプライドと言われても所詮は世をすね悲願だ烏合の衆。そうね。でも彼らの中にくすぶる不満、憤り、それでも消せない能力者への憧れ。コノリ先輩、詳しいんですね。まあね。さすが先輩。黒妻さん。ああ、それが為蔵さんたちをやったのは。デタラメを言うんじゃねえや！そうだ、あいつは死んだ。あれで生きてるはずがねえんだ。おい、おめえら、俺の名前は黒妻渡る。そうだ、俺は黒妻、ビッグスパイダーの頭だ。おめえら忘れたわけじゃねえだろうな。能力者たちが俺たちを見るあの目を、あのバカにしきった目を、だから俺たちはあいつらをぶっ飛ばす。本気を出したスキルアウトの恐ろしさを見せてやれ。うっす。まさか先輩なんですか？
またビッグスパイダーが？今週だけでもう3件目。連中、ピッチを上げてきてますわ。やっぱ、ここは一発ドカンと。お姉様、お姉様のドカンは被害が大きくなりすぎますの。ビッグスパイダーが勢力を伸ばしてきたのは2年ぐらい前からみたいですね。武器を手にして犯罪行為を繰り返すようになったのもちょうどその頃。なるほど、武器を手に入れ調子づいたってわけね。でもそんなものを学園都市の外からどうやって持ち込むんだろう。物資の流通は厳重に管理されてるし、非合法なものなんて当然シャットアウトされてるはずじゃない。蛇の道は蛇と言いますから。連中にその道を作ってあげたやつが他にいるのかもね。バックがいると調べてみる価値がありそうですの。あの、それからもう一つ、ビッグスパイダーのリーダーが分かりました。名前は黒妻渡る。かなり悪どい男のようです。仲間も平気で裏切るようなやつらしいですね。グループから抜けるなんて言おうものなら背中から打ちかねない男だと言われています。つまり最低の男というわけですわね。あ、背中といえば、その人背中に蜘蛛の入れ墨入れてるらしいですよ。あれ、金剛さんを助けたっていう男にも。その男が黒妻渡る？どういうことですの？結局助けたんじゃなくて単なる仲間割れだったとか。背中から打ちかねないような男なんでしょ。なるほど、その可能性はありますわね。彼らは第10学区の通称ストレンジと呼ばれる地域を根城にしています。行くの？管轄外ではありますけど、第7学区内で発生した事件の調査だといえば筋は通りますの。コノリ先輩。ごめん、私どうしても今日中に報告書まとめなきゃなんなくて。え？じゃあ行こっか。行くってお姉様？コノリ先輩のピンチヒッターよ。ほら、あーれー、ゴム隊員だ。白井さん嬉しそう。